スタンピングアップジャパン公認デモンストレーターのウェラード・サトミです、このフライデーフラブラスでご紹介するのはじゃ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 ーん、はーい、オケーションズカタログ2018年、12ページ13ページに掲載の Painted with Love スイート商品をご紹介したいと思います。すでにですね、先行販売でゲットしたビデオですとかカタログツアーなんかでかなりもう大まかなことをご紹介していますのでね、そのあたりはさっと、このビデオから初めてご覧いただく方のためにさっとご紹介しますけれども、主に今日注目したいのはですね、この台ですね。この台の箱を使う、この台で作れる箱の作り方。ちょっと混乱したという方も、結構お便りいただいていますので、そのあたりを中心にご紹介したいと思います。そしてですね、ビデオ内で、こちらですね、このスイート商品の中で新しく出た、ナロー、ノートカード、それからエンベロープ。これがですね、この台にぴったり入るサイズなんですね。なので、そのノートカードと、それから台の箱を使って、ちょっとしたカードキットというのを作る方法をご紹介したいと思います。では、ご覧ください。はい、ではまず最初にですね、このビデオで初めて Painted with Love のスイートを、お知りになって、さらにカタログをお持ちでない方のために、このスイートの商品、簡単にご説明していただき、していただきたいじゃなくて、していきたいと思います。まずですね、ハートハピネススタンプセットですね。で、こちら一応、バレンタインに備えてというデザインなんですが、面白いことに、センティメント入ってないんですね。なので、特にですね、バレンタインという意味ではなくても、ほんのちょっとしたね、お友達への、バースデーでも、サンキューカードでも、やっぱりハートって心を込めてという意味で使えるので、とってもね、使いやすいんじゃないかなと思うんですね。さらにこんなにいろんなタイプの、ハートいっぱいでございます。お手持ちの、センティメントセットと組み合わせていただくととっても使い勝手がいいと思いますよ。カタログの見本でもですね、こんな風にいろんなセンチメントの、セットと組み合わせている例がありますよ。はい、そしてもちろんバンドルがあります。バンドルはこうなっているのがこちらの、ハートハピネス、ロッツトゥーラブボックスということなんですが、ハートの形を見ていただくとわかるように、このバンドルでコーディネートしている、カットできるハートというシェイプはですね、こちらとこちらになります。この2つになりますね。以外のハートを、きっちりカットされたい場合ですね、もうすでにお手持ちでいらっしゃる方も多いと思うんですが、スイートアンサシー。フレームレッツ、これですね、ハートのシェイプ、2種類のハート型の大小がこんなにたくさん入っている、ものなんですけれども、この中からこんな風に、コーディネートしています。これとこれは同じサイズとなります。はい、バンドルになっているロッツトゥラブボックス、他にもですね、こんな風にセンチメントをカットできるバナーですとか、これが何かなと思うので、後ほど実際カットした時に、使っていきたいと思いますが、葉っぱですとかね、とっても可愛いんですよね。ちなみにこの葉っぱ、ここにははまらないんですけれども、形として、全くコーディネートはしてないんですが、でもこんな風に使うのも面白いと思うんですよね。可愛いなって思いました。アクセントとしてね。はい。ということで、台に関してはまた、後ほど実践をお見せしたいと思います。はい、他に、アクセサリー類として、はい、カード、カードストックパックと、それからデザイナーシリーズペーパーがあります。カードストックパックは今回ですね、12インチのものを、
コーディネートされています。カラーはそれぞれカリプソコーラル、メロンマンボウ、そしてパウダーピンクです。これが、このスイートのメインの、カラーになるんですが、じゃ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 ん、デザイナーシリーズペーパー、こちらスペシャリティということで、サイズはですね12インチなんですけれども、お見せするのに便利かなと思って、ちょっと8インチ8インチぐらいにカットしてあるものです。こちらはパターンだけということでね、こんな形になっています。ペインテッドっていうだけあって、こういったブラッシュ、筆でこんな風に描いたような雰囲気、そしてゴールドがアクセントとしてゴールドフォイルになってるんですね。すべての パターンにそんな風にゴールドのフォイルがある部分があります。これなんかよく見るとキャンパスの模様みたいな地模様が見えるの分かりますか？すごいですよね。これ実は一枚一枚デザイナーさんが手書きしたものをグラフィックにして印刷してるんですよ。はい、ということでですね、普通のデザイナーシリーズペーパーよりも厚いです。で、今までスペシャリティのものというのは片面だったんですけど、今回はですね、スペシャリティにもかかわらず、これ両面になってるんですね。なので、これボックスを作るのに、こちらはカードストックで作ってますが、こんな風に、ボックスを作るのにですね、とってでもちょうどいいです。もうこれしっかりとした厚みがありますのでね。はい、さらにゴールドというのがアクセントカラーになっているので、こちらのステッカーがございますよ。こちらステッカーですね、カタログでちょっと間違った表記がありました。このステッカー2種類のデザインで2枚しか入ってないって書いてあるんですけども、実際は4枚入っています。もうとってとても嬉しいですよね。で、このステッカーを使う前にちょっと、こうしとくといいよというコツなんですが、実はもう私これはしてるんですけどもね、このステッカー実はですね、ここに余分部分があるの分かりますか？ほら、ステッカーじゃない部分のところにも実はほら、シールっぽい部分があるんですよ、これ。このシール。使う前に、これを丁寧に剥がして、ここ今ちょっとまだくっついてますけども、こんな風にしていただいて、丁寧に先に剥がしておいていただいた方が、実は使いやすいです。というのはですね、このステッカー、使ってみようかな、やっぱりやめようかな、っていうふうに思うときありますよね。で、これ実はもともとこう長いね、ボーダーステッカーだったんですよ、これ。でも、これ一面長く使う必要がなかったので、余った部分を戻しました。で、戻すときに、戻す場所をですね、最初にあった場所にしっかり戻さずに、ちょっとでもこのもう一個、さっき剥がすのをお見せした、このフィルムの上に、戻してしまうと、実はこのステッカーがもうここにくっついちゃって取れなくなってくるんですね。なので、先にこのバッキングになってたところを剥がしておくと、もうしっかり全く同じ場所に戻さなくても大丈夫なんですよ。また使えるんですよ。なので、お先にですね、こういうふうに余分なところ、こんな風に一緒に剥がれちゃってくる場合もあるので、ゆっくりゆっくりですね、こんな風に、あ、ダメよ、これ離れちゃうって感じで、押し戻していただいて、バッキングをですね、こんな風に取ってから、はい、しっかり捨てちゃう前に、ほら、ちびちゃんがくっついてきましたので、これを戻しといてくださいね。でもこれ戻すときも、元の場所じゃなくても、空いてるとこどこでもいいんですよ。この作業をちょっとしといていただくと、ステッカーの、付けたり外したりっていうのかね、元に戻してもう一回残りを使おうっていう時に失敗しなくて便利です。はい。あと、こちらのアクセサリー群ですね。はい。ミニセクイントリームコンボパック2種類ゴールドとそれからパウダーピンクの色で2種類1パックになってます。もう可愛いです。見てください。
これわざと先っぽをですね散らしてこんな風にねしちゃったんですよね。可愛いですよね。そしてこのゴールドグリッターフレーク、今月のお買い物プレゼント1万5000円以上お買い上げになった方、キット1のフルセットを選んでいただくとこちらのお試しもついてますよ。とっても可愛いです。これすごく細かいんで、もうふわふわってふりかけみたいにねかけていただくだけでとってもゴージャスになってきます。そしてこちらの後ほど注目するのがこちらのノートカード&ナローノートカード&エンベロープですね。こちらですねサイズがぴったり、はい、このロッツトゥラブボックスで作ったボックスにですねぴったり入るサイズなんですよ。ほら、なので封筒もちゃんとぴったり入ります。なのでですねこれをボックスとそれからちょっとしたチョコレートとかクッキーとか入れてさらにメッセージカードも一緒に入れるともう最高に可愛いですよね。じゃあ一体何枚入るかなんですけれども、はい、カードだけだったらまだまだあと2枚ぐらい6枚ぐらい入りそうですね。でもここにですね封筒を入れていきます。おそらく5枚セットぐらい入るっていう風に聞いてるんですけれども、それカードの盛り上げ方にもよるので、そのあたりは皆さんの作るデザインのあれにもよるんですが、4枚は入ると思います。普通にこんな感じでちょっと余裕がありますけれどもね、まあ、飾りで持った感じを考えていただくと4枚はカードが中に入るという形になります。ということでですね、今からこの台のですねこの箱の台についてちょっと具体的な組み立て方をご紹介したいと思います。はい、ではまずですねロッツラブ台のこのボックスの作り方なんですけれども、12インチのサイズですね、12インチの紙1枚あるとこのボックスを作る部分が実は1、2、3個取れます。でこれ実は2枚で1つの箱になっていくんですね。なので3個ということは、まあもう1枚もう2個作る場合であればもう1枚ちょっとだけ必要っていうことになるんですが、ちなみに12インチのペーパーを使ってで、台カットするときに、まあ、余りが一番少なくなる方法というと、こちらがですね、4と2分の1、6と2分の1だと、これぴったり、ほら、ぴったりはまるサイズなんですよ。なので、12インチの紙を使われる方は、6と半ですね、6と2分の1でまずバーッと切っていただいて、その後からこちらを置いといて、その後からですね、はい、4と2分の1、4と2分の1にカットしていただきます。そうすると、この先ほど切った部分というのが、余りがですね、こちら2つ箱に使いますよね。余りがですね、3と6と2分の1になるんですね。なので、後でここ2分の1カットしていただくと、3と6ということで、これ、余り自体でミニカードが作れるので、ちょっとこちらも捨てずに取っておくといいと思います。そして、12インチ、この2つをカットした余りが、この部分になっていくんですが、この部分の、ここの部分でもう1個作れますので、後々のために取っておいていただいて、これもう1個作るとすると、あとこの余りが実は、5と2分の1四方余るんですね。なのでこれもですね、ちょっとこの真ん中からカットしていただいたりすると、またミニカードが作れますし、このあたりも半分にカットして、この2つをですね、まあ5インチ5インチに縮めていけば、タグなんかも作れますので、こんな風にカットしていただくと、ペーパーを無駄なく使っていただけるんではないでしょうか。こちらの台で箱を作る場合ですね、同じものを2個カットしていただく必要があるんですよ。これがちょっとですね迷われる方もいらっしゃるんですね。箱地にならないって1個だとならないんですよ。2つ必要になるんですね。そしてですねこちらこんな風にも折り曲げ跡がついています。なのでそれぞれ折り曲げていただいて、
そしてこんな風にですね、この辺を折っていただいて、今ボンフォルダ持ってない、使ってないのでちょっとあれなんですけれども、これだけだと箱にならないですよね。でもここにですね、もう一個ちゃんと折り線もつくんですよ。カットとともに折り線もちゃんとつきます。そしてすべてもう一個分も折っていただいて、要はですね、この両端を接着するだけなんですよね。こんな風にね、そうするとほら、ここを接着するだけで、もちろん一方だけしか開けたくないわっていう方はこちらも接着していただいて大丈夫です。ほら、そうすると箱型になるんですよ。いろんなことできるんですよ。このままでももちろん飾っても楽しいと思いますし、今月のお買い物プレゼントのキットに、つけている箱はですね、実はこんな風にちょっと短いカードストックでカットしてるんですね。ということは、この長さがちょっと短い、つまりこの幅が短い箱を作ることができるんですね。なので最初からですね、これを短くしておけば真四角の箱も作れるということなんですよ。面白くないですか？ということで、ちょっとこの箱を工夫して、ですね、中に入れるカードのね、セットもちょっと作るのをご紹介したいと思います。はい、箱を組み立てるにあたり、もう一点気をつけていただきたいのは、ここですね、開けるときに手が入りやすいようにちゃんとこういうサークルになってる部分がの台があるんですよね。これすごく嬉しいですよね。便利です。で、まあ一方に開けてもいいし、両方開けちゃってもいいんですが、それをしておいて、今度実はこの開ける部分を実際表にするのか後ろにするかなんですが、私はですね、この箱は背の部分に飾り付けをつけて、まあ、こう裏からこう箱が開くように、でも表はこういう風になってると、まあ、だからここは実際開けないでくっつけたままにしておこうかなっていう感じもあるんですが、どちらをねメインにして飾り付けをするかっていうのをね、ちょっと心がけておいてください。これからご紹介する箱はこういう風に開けて、ここがメインになっていくタイプで作っていきたいと思います。
作ってる過程はですね、長くなるので端折ったんですけれども、はい、すべてお揃いの封筒も作りましたよ。これがこんな感じです。寸法などはブログの方に書いておきますので、そちらをご覧ください。こんな感じですね。可愛くないですか。もうなんかね、何枚でもデザイン作れそうな気がして止まらなくなりました。こんな感じです。あえて今回ですね、何も中身も空白、センチメントなしにしました。というのはバレンタインだけじゃなくって、これですね、例えばこの、カードセットだけをですねプレゼントした場合も、受け取った方がですね、ご自由にお好きな場面でね使っていただけるようにっていう形でデザインしてみましたので、ちょっとこれ挟むと移動しますので、ちょっとこんな風にしておきましょうかね。これですね、はい、箱の中身と、それから箱のデザインがコーディネートしているというところがミソなんですよ。可愛くないですか。見てください、可愛い。正直言いますと、私的にはやっぱりこういう風に開くとですね、どうもこの辺りがふわふわするので、個人的にはやっぱりこっち向きの方が好きかなってちょっと思いました。なので皆さんもご自身のですねお好みでやっていただいたらいいんですけれども、ちょっとここがこんな風になるので、縦向きにリボンを結ぶ必要があるのかなーなんていうことも思いました。そんな私の体験を皆さんも利用していただくといいと思います。はい、ということで今回のフライデーファビュラスでご紹介したのは Painted with Love Sweet。これ以外にもですね、すでにこんな可愛いカードとか、こちらはですねブログホップで作った、はい、こんな風になってます、シャドーボックスカード、動画でこれ作り方もございます。そしてこれはですね、作り方は非公開になってるんですね。このハートハピネスを使ったオンラインクラスのプロジェクトの一つです。はい、タッ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 タ、シャッター、ハート型シャッターカード、こちらもですね私のオンラインストアから今月、2018年1月の間にお好きなものを5000円以上オーダーしていただくか、またはこちらのですね、ハートハピナススタンプセット、または、Roads to Love、ボックス台、またはこのバンドルをお買い上げいただいた方には、漏れなく、こちらのプロジェクトを含む、あとまだあるんですよ、オンラインクラスをお送りしたいと思います。これからもたくさん、ビデオがありますので、ぜひ私のチャンネルサブスクライブしてみてくださいね。ご紹介したものはすべて私のオンラインストアで購入していただけます。Thanks for watching! Happy crafting!